ノエラミレスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロ野球選手、ウトを右ミギ MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。カリフォルニア州立大学、フラトン校在学時の2010年には日本で開催された第5回世界大学野球選手権大会にアメリカ合衆国代表として参加した。2011年の MLB ドラフト40目で、 ボストンレッドソックスから指名され、プロ入り。2012年に、参加の A 級、グリーンビルドライブで、プロデビュー。16試合に先発登板して2勝7敗、防御率4.15、82奪三振を記録した。2013年は、A 級セーラムレッドソックスと AA 級、ポートランドシードックスでプレイし、2球団合計で36試合に登板して3勝2敗、6セーブ。 防御率2.38,75奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2014年は AA 級ポートランドでプレーし、42試合に登板して2勝1敗16セーブ、防御率2.15,56奪三振を記録した。2015年はトリプル A 級ポータケットレッドソックスで開幕を迎えた。 7月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは15試合に登板して0勝1敗、防御率4.15、13奪三振を記録した。2016年は14試合に登板し、13.0イニングで15個の三振を奪ったが、防御率6.23と打ち込まれた。なお、 トリプル A 級ポータケットでは30試合にリリーフ登板しており、2勝3敗7セーブ、防御率2.27、脱三振率11.1という見事なピッチングを見せていた。2017年8月17日に DF となった。2017年8月18日にウェーバー工事を経て、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。9月1日に、 ノーラン・フォンタナ、カルロス・ペレス、フェルナンド・サラス、ジェイソンが赤と共にセプテンバー・コール・アップでメジャーに昇格した。この年は2球団合計で12試合に登板して、防御率2.77、14脱三振を記録した。2018年からは中継ぎとしてメジャーに定着し、この年は69試合に登板して7勝5敗1、セーブ。 防御率4.54、95奪三振を記録した。2019年は51試合に登板して5勝4敗、防御率3.99、79奪三振を記録した。2020年は21試合に登板して1勝0、敗、はい、防御率3.00、14奪三振を記録した。オフの12月7日に、ライセルイグレシアスとキンセントのトレードで、 後日発表選手と共に新シ,シナティレッツへ移籍したが、2021年シーズン開幕前のスプリングトレーニング中のプレシーズンゲームで不審が続き3月27日に自由契約となった。その後3月28日に前年まで所属したエンゼルスとマイナー契約を結んだと報じられ30日に正式公示された。五月十一日にメジャー契約を結んで アクティブロースター入りした。2試合に登板後の5月16日に DF となり、18日に FA となった。2021年5月22日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。6月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。チェンジアップを決め玉とする。ありがとうございます。